おはようございます。速稼塾の久保です。私はね、 FX の攻略の肝って4つのスキルを身につけることだと思うんですよ。まあ一つはね、ゾーンという概念ですよね。力点からこう黄色いラインを引っ張って、ここに来ると転換するよとか、突き抜けたら大きくブレイクアウトするよみたいな感じですよね。で、2つ目が逆田誤法というテクニックです。これはね、暗記するだけでチャートが見えやすくなるんで、最低限身につけてほしいなと思います。これね、あのゾーンもそれから逆田誤法も暗記できるレベルなんですよ。だから暗記ってのは丸覚えすればそのまま使えますんで、結構ね、早く力がついたところを実感するんじゃないかなと思います。で、ちょっと厄介なのがセンスがいるやつなんですよね。それがエリオット波動です。エリオット波動の波形っていうのは、どこにこうね、波を書けばいいのかっていうこと、結構ね迷うんですよ。で、昨日もヘッド&ショルダー出ましたけども、これエリオット波動ではなくてフォーメーション分析なんですけども、フォーメーション分析するときに正確にこれね、図が書けないと勘違いした図を書いて勘違いしたエントリーしちゃうんですよ。だから4つ目のスキル、フォーメーション分析っていうのも必要になってきます。もう一回言いますとね、ゾーンがあって、逆田誤法があって、フォーメーション分析があって、エリオット波動がある。この4つのスキルが身につけば、まあ FX で負けることはないんじゃないかなと思います。要するに資金は増えていくってことなんですよ。で、それとは別にお金も作っていかないといけないですよね。だって FX に10万円入れて、それがね1000万になりますかって言ったらなんないですよ。10万円からスタートじゃん。じゃあやっぱり100万円を入れて、それを1年間で200万にするとかね、300万にするみたいなのは現実的ですよ。それにしても利回り 100% とか 200% とかすごいでしょ。それができるのが FX なんですよ。ただ10万円から始めて、それをね1000万にするとか、これはねちょっと考えすぎですよ。それはドラマの見すぎ、まずは10万円を12、3万にすることから始めていくしかないと思いますね。それでも利回り 20%、30% じゃないですか。そう考えていくと、 FX の技術と他に資金を作る力ってもいるんですよ。だからこういうところをね、学んでいくのが FX の基礎講座であり、今回リリースする中級編なんですよね。もうたくさんの方のお申し込みいただきまして、もうこの辺で締め切ってもいいかなっていう気持ちにはなってきましたけども、まだね、あの FX の中級編迷われてる方がいると思いますんで、お申し込みいただければ幸いでございます。今日がですね、12月10日ですよね。だからね、14日ぐらいからリリースしたいなと思ってるんで、もう募集をね、明日あたりとかにやめてもいいかなと思うんですけども、まあ、12日の日が変わるまで、13日のね午前中ぐらいまではこのまま受け付けていこうかなと思っております。1回目のリリースは14日にしようかと思いますけども、それからね、週に1回とか2回のペースでやっていきますんで、その代わりそれを1週間かけて自習するっていう風にします。毎日コンテンツ送られてきて詰め詰めだとね、もう溜まっていくばっかりになると思いますんで、週に1回でしたらね、習い事でもね、だいたい週に1回とか2回だと思いますんで、いいペースだと思うんですよ。これを機会に FX を攻略して、2021年はもうお金に困らなくていいような人生のスタートにしたらどうかなと思っております。それでは一旦以上です。